こんにちは、吉田さん。猿の惑星のパート3なんですけども、これはね、新猿の惑星っていうタイトルで、書かれていたのかな。まあ、あの猿の惑星続編があるんですけどもね、この中で印象的な言葉っていうのは、明日では遅すぎるっていうふうにね、主人公のシーザーが言う言葉なんですよ。まさに明日では遅すぎるっていうことなんですけども、これ何を意味してるのかっていうとね、明日には今日人生を支配しておかなければ、今日地球を支配しておかなければ、今日自分の思う通りに生きていなければ、明日には超能力の持ったね、昆虫がこの地上を私たちを支配するかもしれないっていうふうに言ってるんですよ。まあ、つまりビジネスは椅子取りゲームだよっていう部分もあったり、ビジネスは戦争と同じなんだよっていうことにね、重なるわけなんですけども、ここでね、私が考えたのは、昆虫が超能力を持っているのかもしれないって話なんですよ。で、私がこう仮説を立てたものがあったんですけども、これね、実はね、別のところでも同じことを考えてる人がいて、この論文が出てたんですよ。これ中学の頃読んだんですけどね、その論文。で、それはね、簡単に言うとどういうことかっていうと、昆虫ってのは、地球の生物学上、進化の過程のどこにも属してないらしいんですよ。まあ、ですんで、なんか地球外の生命体が、地球に住んだんじゃないかなと、いわゆる宇宙人なんじゃないかなっていう説をその中で出していて、そこはまああまり気にしなくていいんですけども、私たち人間の意思とか感情っていうのは全て昆虫からもたらされているらしいんですよ。要するに私たちは肉体を持っていて、まあ、自分の意思で行動しているように思いますけども、まあ、地球上に75億人人間がいるとするでしょ。そしたら地球上に75億匹の昆虫がいて、1匹が1人をコントロールしているらしいんですよ。要するに昆虫が一人の人間を操って一生を暮らしてるらしいんですよね。まあなかなか面白いなと思うんですけどね。いろんな種類の昆虫がいる中で。で、それが超能力だって言うんですよ。で、人間の誰かが昆虫を、例えば蚊とかをね、パンと殺すじゃないですか。そしたらその蚊がコントロールしていた人間が何らかの原因で死ぬらしいんですよね。そう聞いた時に、なんかあんまり虫を殺す気がなくなっちゃったみたいなね。そんなこともあったりするんですけどね。まあいろいろ考えることがあるなと思うんですけども、自分が考えたことっていうのがこんな変なことっていうの誰も考えないだろうなと思ったら、後にも先にも考えてる人ってまあわんさといるんですよね。まあ、要するに私たちは賢いつもりでも結局は誰かが似通ったようなね、そんな発想を持っているってことなんですよ。だから早くやらなければ間に合わなくなっちゃうよってことなんですよね。アイデアは無数にあって、似たようなアイデアをいくらでも考えてる人がいると。肝心なのはそのアイデアをまあ、具現化してるかどうかなんですよ。行動してるかどうかなんですよ。言ってるかどうかってことなんですよ。まあ、まさにそういう意味では言い出しっぺか勝ち、やったもん勝ち、まあ、後追いはなかなか不利だよってことなんじゃないかなと思いますよね。ということで、続猿の惑星ね、新猿の惑星、猿の惑星征服、いろいろありますけども、今回は続猿の惑星の次のね、新猿の惑星ということでお届けしました。